光線の区分温泉源泉光線とは、地下からの湧水で、医学的検知から、治癒成分を含んだ水のことである。光線の区分温泉浴室一般には、地表の気温より著しく温度の高い湧水を、温泉、それ未満の温度の湧水を光線と呼んで、常用水と区別される。しかし、環境省が定める、光線分析方針では、以下のように定義されている。 したがって、温泉も含め光泉と解釈するのが正確である。もともとは、1911年にドイツのバートナウハイム温泉で採択された光泉の定義が大元になっている。ナウハイム決議では16種類の物質の含有及び、湧水温度が20度以上とされた。20度の根拠となるのは、地下水がその地の気温より高い水温を保って湧き出る。 特殊性を考慮したものと言える。九百四十八年に公布された日本の温泉法では二十五度以上としている。これは九百五十二年四月二十八日発行のサンフランシスコ講和条約による領土放棄まで日本が台湾を領有していた関係上法律制定までの年間平均気温が高かったためである。温泉及び光線を定義しているのは 温泉法及び環境省が管轄している光線分析方針である光線分析方針による光線の分類を以下に示す。計算顔料34%で名水百選の一つに指定されている塩釜の冷税、光線分析方針針環境省自然環境局2014年10月10日閲覧ありがとうございます。